俺の名前は天才小学生やねすけ。焼肉が大好きだ。お母さん恥ずかしいよ。あ、やねちゃん見つけたわ。すごっ。お母さん、俺焼肉行きたい。今日はごちそうね。お待たせしました、カルビです。焼肉最高。食べ過ぎだよ、足りないよ。焼肉は高いので贅沢はダメです。あんたの下引っ込みで判事して食べてやる。くっそー、焼肉屋さんになれば肉をいっぱい食べれるかも。この生ぬるい根性私が燃え尽くじゃろ。決めた、俺焼肉屋さんになる。売れる焼肉屋を作らないと。まずは勉強だ。よし、作戦完成だ。秘伝のタレを作るぞ。隠し味に甘みと塩味を追加するうまい棒のコンポタージュ味を入れるんだ。マイルドかつパンチのある味に仕上げる。地元民に来てもらって口コミを広める。焼肉の匂いだ。お腹すいた。くっくっくっ、焼肉の匂いの中毒性はすごいぞ。ここ行きたい。初回一皿無料じゃない。行く？うん、行こう行こう。お腹すいた。天才やねすけ焼肉グランドオープンです。どうぞどうぞ、いらっしゃいませ。お待たせしました。こちらサービスの鮮度の鉄球カルビです。どうぞ。お待たせしました。すごーい、映えるわ。おいしい。よかったじゃん。こちらお土産の天才やねすけチップスです。わー、面白い。おいしい。やねちゃん。お母さん。あらららら、こんなに席数があるのに一組しか来なかったのね。早いとこ諦めたら。うるさいな。赤字だ赤字。真っ赤か。まあ初日は赤字でもいいんだ。ここから SNS での告知が加速するはず。ん、鉄球で焼くカルビ、うちの子も大喜び。お土産のポテチも美味しすぎた。これは数字が取れそうですね。ドンキドン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 。ポップワークモーリー YouTube。どうもニセキンです。さあ、今日は話題の焼き肉屋来ちゃった。早速行きましょう。天才やねすけ焼肉さん。店主は小学生。少々待つが。焼肉。焼肉。焼肉。あれ、ニセキンじゃない？トップ YouTuber だ。もうやば。楽しみ、楽しみ。お待たせしました。鮮度の特級カルビです。うわー、本物です。うまそう。鉄分が香ばしすぎ。では早速。いただきます。うまー。マジでうまい。家のマルちゃんたちにも食べさせたいぞ。ぷよーんぷよーん。どうぞ、こちら天才カルビ丼です。わーわわわわわわ、しました、目玉の天才カルビ丼。バー、外国産和牛を使用、店主自らトッピング。すげー。じゃあ早速いただきたいと思います。バーン。うますぎ。最後はこちら天才やねすけジュースです。あー、来ました。食後の後はドリンク。天才やねすけジュース、メロンソーダとコーラを1対1だと天才になっちゃうドリンク。いきますよ。うますぎー。おー、うまっ。
Today's Uniseki points. 100. 最初はプッフッフじゃんけんプッシュバーイトーラク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  ストイークそっとアウト諦めない絶対に勝つんだ俺が開発したこのマッチョになるぜユニスケ君、それは体に負担がかかりすぎるって絶対に勝つんだスーパーマッチョユニスケファイヤートルネードー絶対に負けねえイエス、いくぞマッチョ子供ここを抑えたら俺らの勝利だこのパワーとコントロールで絶対に勝つストレーク、バッタアウト早くなりすぎだろおやストレーク、バッタアウト残る一人は、シュンうわージニアスストレートドラゴンアタックな、何ストレーク、バッターアウト攻守交代さあみんな、最後2点を取れば俺らの勝ちだって、あれマッチョになるの反動だ10分経つと効果が薄くなって弱くなっちゃうんだうわゲソリアネスケ絶望だ次が最後の打席、もう終わりだよユネスケ君、それはダメ、もう限界よフルマッチョユネスケこい認めてやるや、お前のことはドラゴンゴッドブレッドもう面白いじゃねえか勝ってから嫌がれ最終奥義ホット翔平あれだあれだあれだファイナルアインタイムゲスタムJ 終了おいありがとうなえお前らのおかげで久しぶりに野球が楽しめたよそうだなあと、いろいろと悪かったなそれは、お互い様だろう試合結果アイモカチーム32点ファンカラチーム33点で両チームの野球追放、調べたところ刃物の持ち込みや器物破損そしてそのグローブ動物虐待
さまざまなスポーツマンシップに反する行為が認められたため両チームとも永久追放。どうなってんだ。美人寿司行こう。真っ黒5000円、雑草寿司3000円、ハーゲンダッツ寿司1万2000円、グランドオープン。あのおばさんの寿司屋できたみたいだし、行ってみるか。でもこれなんかまずそうじゃないですか。食ってみねえとわかんねえだろ。早くさ。ビギンズスキーコーオープンでーす。どうぞー。イエーイ。はい、真っ黒ください。平和町雑草寿司ください。平和町ハーゲンダッツ寿司ください。平和町、うん、まずっ。うわー、まずい。うわ、まずっ。なにこれ、まずっ。何これ。私のお寿司、なんで誰も食べてくれないの。しくしく、しくしく。シャリは体温でぬちょぬちょだし、ネタの鮮度も悪い。本当に修行したの。1時間でやめてきたわ。俺は寿司が握れればそれでいい。2人で寿司屋を開こう。それじゃ売り上げは半分ね。でも私、お寿司握るのは向いてないわ。俺にいい考えがあるよ。行けお母さん、破壊光線。大量大量。ファイヤーサーモンください。ファイヤーサーモン入りました。3、2、1、ファイヤー。デカ巻き寿司ください。デカ巻き寿司です。金が大量だちょー。2人で頑張ったおかげだね。マニー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 。すいません。大将、久しぶりだな。お店の方はどうですか。実はうちの店は1年前に強盗にあって潰れたんだ。そうだったんですね。暗い話はやめな。特上握り1個。はいよ。美味しかった。小僧、これからも俺の意志を受け継ぐ者として頑張ってくれよ。はい。ところで、強盗の犯人って捕まったんですか。それがまだなんだ。この顔に見覚えはあるか。ああ、もうなんで皿洗いなんかしなきゃいけないのよ。お、大量のお金じゃないの。これは僕か。泥棒ババ、見つけたぞ。待てなんでこうなるんだよ。おや、何してんだよ。これで水の抵抗が少なくなったわね。もう水泳行きたくないよ。あ、ほら、塩素で髪が明るくなってる。これじゃ学校行けないな。あら、そう。じゃあ学校休んでお風呂で遊びましょうか。はい、じゃあこの針持ってね。じゃあ行くわよ。それ。はい。はい。はい。うわほら、黒髪になったわ。なんだよこれ。明日も頑張りましょうね。さあ、次も始めます。まずはゴールで 1000m ウォーミングアップです。え、無理だよ。無理無理。早く泳げ。
よし、サボっちゃおう。ヤネちゃん、サボってるわね。早く一寸目ずろ。もういい加減にしろ、帰ってくれよ。いいわよ。え、私に勝ったら、リッチコーチもやめてあげていいわよ。そもそも俺は認めてないぞ。え、ケージコーチ様、よろしくです。よし、お母様対ヤネ新聞の試合だ。5分後に始めようよ。分かったよ、お母さんに勝てばいいんだな。しかしどうすれば勝てるんだ。考えろ考えろ。この芋野郎が。芋引いてんじゃないわよ。あの野郎腹立つな。あ、それではキイコ様対ヤネスケのスペシャルワンマッチを行います。よーい。必殺技フィンザマジシャン。やるわね、やるちゃん。私も奥の手を使っちゃおうかしら。マジバカフラー。やばい、このままじゃヤネスケが負けちゃう。こうなったら最終奥義。オナラザバーストストリーム。ヤネスケ、行け。やった、俺の勝ちだ。超気持ちいい。臭すぎて何も言えねえ。あっ、あちゃっちゃー。ただいま。あ、何してんのあんたたち。いい加減にしやがれ。もうヤネスケの家は諦めるか。ああ、公園で遊ぶしかないか。いや、まだ勝機はあるぞ。え、ただいま。おかえり。今日もあいつら入りさせないわよ。大丈夫だよ、来てないから。玄関にはね。あ、来て、そこそこ。いやいや、待て待て。いや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 。はっ。ん？いやいやいや。スプラトゥーンで。そうだな、色を塗って敵を倒した方が勝ちみたいだ。さあ、
次は誰かしら。あんたたち何言おせんだよ。角町よ、角町の角町よ。あとはあの元凶のクソ息子ね。怠慢で勝負しようじゃないか。望むところよ。これでもう懲りたかしら。さあね。どういうことだ。お母さんがバケツを使ってペンキを撒いてる間にまた試しを食べに来てた浜井先生を身代わりに使ったのさ。塗られても私はまだまだ戦えるわ。あんたたち人の家を使うときはマナーが大切なのよ。はい、ごめんなさい。ま、分かってくれたらいいの。マナーを守ってくれたらまた遊びに来てもいいわ。え、いいの？いいわよ。みんなちゃんと遊んでるかしら。トビタさん、しっかりして。これはあなたの好きな人。静かちゃん、ほら、食い前だ。今日は新作ゲームの発売日。早く家に帰ってやりたいな。おい、のび太、なんだこれは。面白そうなゲームじゃねえか。ボイボイボイ。それはダメだって。俺たち友達だよね。お前のものは俺のもの。ボイ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 。みんなのものは俺のものだな。ボイ。くそー。ドラえもん。なんだいのび太くん。スナイパーか斧、もしくは電動ノコギリをくれ。そんな物騒な。いいから、サイヤを吹っ飛ばせるような武器を残せ。仕方ないな。空気砲。あの野郎、痛みつけてやるよ。ブイ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 。くたばれ。ほら、ブイ。どれどれ。死んでる？おい、お前本当に死んだのか？ドラえもん、タイムフロシキをくれ。まずは何のために必要なのか教えてくれないと。早くタイムフロシキをよこせ。わかったよ。タイムフロシキ頼む、生き返ってくれ。間違えた、これは未来だ。生まれてくるんだよ。違う、戻りすぎだ。ブイ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 。さすがや、よしよし。僕のものはみんなのもの。そうだ、君のものはみんなのものだよ。ブイ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 。おいガキ、てめえ何してくれんだ。おいガキ、何してくれんだ。のび太、昔は悪かったな。俺の方こそ悪かったよ。俺たち友達だよな。ああ、友達さ。ボイ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 。ハッピー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 みんなで。
れ make a good ride 洗濯物みたいなワイナー張って何何息子で一儲け お小遣いはなしのバッナー張って